県道55号、忠だた京付近千葉県道55号、佐原山田線は、千葉県、香取市、佐原穂の国道356号との交点である。水源橋際交差点を起点とし、香取市証券の千葉県道28号朝日、小見川線との交点を終点とする主要地報道である。道中の香取神宮までは、香取街道を踏襲している。香取市、佐原穂の 水源橋際交差点を起点とし、沢原市街地や香取地区を通過する。沢原市街地では、かつて宿場町として、長子街道や沢原街道、香取街道、多古街道と接続していた。また、東通りや横宿通り、忠田高橋、そして香取神宮までを結んでおり、古くから沢原の幹線道路として指定されている。 カトリ神宮からは、東関東自動車道の沢香取インターチェンジと接続し、尾み川工業団地を通過、千葉県道44号成田尾み川鹿島高線と、交差、重複し、山田畜証県を終点とする全長 14.2km の一般県道である。沢原市街地の東通りから横宿通り間は一方通行である。沢原市街地の小野川にかかる、 ただたか京付近は、沢原の町並みとして、国や千葉県、香取市など自治体や行政により、法令、条例で定められており、1970年代以降の建造物保存活動の影響により、省エドとして観光客が多く見られる。沢原と大見川間を結ぶ道路は、国道356号と県道44号、県道55号の2ルートがあるが、 アスファルト舗装されたのは、県道44号、県道55号の方が早く整備された。ありがとうございます。